マキさんがお弁当を作ってくれました。はい、ありがとうございます。すいません、朝から握らせて、めっちゃ嬉しい。じゃあみんな食べよう。これなんですか、このお魚は。いや、まあ、早くってください。説明ないんですか。説明は食べるときに説明する。大将の。じゃあみんな食べましょう。嬉しい。おにぎりだけ持ってくる言ってなかった。いや、もういいかなと思って。え、いただきます。これブリ、めっちゃ好きなんですけど、1個1000円の梅干しだそうです。南高梅1個1000円。いや、そこはアピールしたかな。ちょっと迷い橋してしまう。めっちゃ美味しいやん。めっちゃうまい。やばい。50円のおにぎりじゃなくてよかった。50円のおにぎり。50円のおにぎりから、これ1500円ぐらいするんだよ。なんだそれか。イカ、子持ちイカ。子持ちイカだそうです。このみょうがとか、夏食べたいけど、絶妙。めっちゃ絶妙。うん、高菜みたいな。高菜みたいな、広島菜っていう。そう、サンマを締めて巻いたやつ。いただきます。いや、ちょっと心配。こう、本当？なんか手触ってもいいというか、かするとか。ほぼは。あれさ、フリスク入れると。はい、クラフトビール持ってきました。ウエストコーストブルーイングのやつですね。すごい、ここが大文字焼きの焼きどころらしいです。柔らけーだろ。下まで降りてきたら、もう一回上がってきて。下山して。でもこれめっちゃ気持ちいい、これ。これめっちゃいい。
いや私あのモンベルほんまに合ってなかったんやと思った。あ、ほんまに。うん。また違う。しかも軽いこれ。またマシでしょ。全然ちゃう。私のモンベルが重かったんやわ。脱げそうだから。うん。クッションめっちゃいい。やさげ。めっちゃいいでしょ、うん、クッション。ソールが重たい。ソールがそうそう。クッションみたいな。だから全体的にサイズはちゃうけど似合ってるその色。なんかめちゃクッション強い。はい。うん、このモデルはグリーンこの色しかないんだけど。だからあれやあれやかっこいい。ソウル？あ、直旅？えもん、あ靴下？そうそう、ウールウール。メリノウール？モンチュラめっちゃいい。え？匂わへん。匂わそうとする。何？匂わへん。分からへん。え？分からへん。どの自分がどの範囲か分からへんやん。あ、ちょ、分かったわ。じゃあちょっと。でも。そんなどこですか。マキさんの靴が臭いか臭くないか。臭くない。マキさんのお店の匂いがする。いやほんまほんまほんま臭くない全然。料理やってないやろ。臭くないと思う。臭くない全然大丈夫。いけるいけるいける。どれも無臭よ。いける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 。私の方が臭いかもしれないもしかしたら。まあ、これ皿やからあれやけど全然匂わへん。すげえ。ちょっと今日まあ一日歩いてるけど。うん、全然匂わへんかった。うん、よっしょ。ぐるぐるみたいな。最初の、うん、ロコさんの時、あ、そうじゃなくて、え、これを足をこう置いたら、ここがスカスカしてるから、自分が置い予定の足を置いた時に、これがこうってずれんねん。それがめっちゃ怖い。あ、それは危ないな。しかも上りで。そんな、そんなに傷。上りやん。上りで。やばいね。下り。じゃなくて上りでそれやったら、うん、でもこれしたら全然ちゃうでしょ。そうそう、それ一回立ったら分かる。立つの、うん、そのカップ感がどうかっていう。はいはい。普通の中敷きと違ってそのかかとが、うん、まあ、それちょっとメンズやからあれやけど、うん、ホールドされるっていう感覚で、かかとがキュッてなってるの。あー、分かる。体重預けたら分かる。おじさんそう言ってもこういう測り方するの。うん。で、次の中敷き持ってきてどうですかとか言われる。へぇ、私これ中敷き変えたら逆に痛くなった。きつくない。マキさんの中敷きほったらかしです。置き去り。ちょ、私早く写真撮ってください。ここほらもうほら B 型事故中。 B 型事故中。それよりも私から。はい、ここで記念写真撮ってください。撮ったるけど返してやん。撮ったらいいやんじゃん。はい、ほんまいやらしい女。いやらしい女。いやらしくはございません。絶対靴下ショートじゃないと嫌やな。でも私もショート。あ、そうそう、普段ショートやから、この長いのすごいなんかね嫌なんで。分からん。これ超えてきたってこと。超えて。あ、そういうこと。そういうことで、超えてきた。へえ、すごいすごい。なんかそんなに大層なことしてないような気がする。こう、この、この、その話して、ここに降りてきたやんか。なるー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい。